最初の、ええ、この辺までの、はい、どの辺まで、はい、隙間探し、隙間探しね、いい高松、おこの町、高松でやってます、はい、じゃあ僕が行ってみましょうかね、はい、じゃあ行ってまいります。スキマスイッチのこの辺までやってみよう。はい、やってみよう、やってみよう。よし、うん、今日は何をするんでしょうか。先日は香川県で行われたロックフェスモンスターバッシュ2022、はい、お疲れでございましたと、はい、ということでどうでしたか。いや楽しかったですね、うん、もうめちゃくちゃ人来てくれて、来ていただきましたよ、はい、嬉しい、非常に嬉しかったですね。でその時に高松で隙間を探すロケっていうのをですね、はいはいはい、やっていただいたと思うんですけどもということでございますよ。はいはい、やりましたね。やりましたよ。やりましたね。やりましたやりましたね。やりましたやりました。どうも飛ばしたやりましたよ。やりましたよ。やりましたよ。やりましたよね。はい。その模様をですね、はい、まあ、編集しておりますんで。ああなるほど。ご覧いただけると思います。なるほど。どうぞ。徳間です。来た。すいません。3時間ってことは、あれ飛行機は？飛行機はいや飛行機はもうやめました。陸で来た。陸で来た。よく覚えたってここまでね。そうですね。今日は何するんですか？一番最初の。ええ、この辺までの企画、はいはい、隙間探し、隙間探しね、金沢でやりましたけど、イン高松をこの町高松でやりたいと思います。はい、ちなみに私はもう済ませました。済ませました。もう僕が来る間に見つけたってこと、ね、もうすごいのいろいろ見つけてきたんで。ああそうですか、僕これ撮って終わりなんですよ。あ、そうですか。じゃあ僕この後探しに行くっていうことでいいですかね。じゃあ僕ら行ってみましょうかね。頑張ってね。はい、じゃあ行ってまいります。というわけで隙間を探していきたいと思いますが、序の口ということで奥にちゃんと、え、何する、そんな簡単に言い方早かったよ。結構僕難しかったんですけど、ちょっと商店街の方に来てみたんで、おそらくいろいろあるとは思いますよ。まあこういうことですよね。そうですね。ホットミルク、ビターコーヒー意外と隙間ないぞこっち。あれこれはちょっといい、あ、なんかいいですよこれ、多いなこれ、ザ昭和だな。こういうところやろ、こういうところ新田さんでやっぱ目の付けどころが違いますね。え、隙間の見つけどころが、そうそう、なんかねこういうところになんかちょうどいい感じに置いてあるとか、これ結構長いね。めちゃくちゃ長いですね。これどこに繋がってるんだ。商店街が多かったね。そうそうそう、路地はいっぱいあるんですよね。隙間になるかどうか置いてきました。これはぴったりぴったりね。なんとあったのは、え、だね、これどういうこと、線路に出た。すげえ、持ってる。やっぱ時間通りに来るといいことありますね。そもそもエリアが違う。前の時間通りに来ないで。結構暗いね。いや結構暗かったし。確かに。そうですね。かなりディープですね。開けるね、これ行けるよ、行ってみよう。お店ありますもんね。お店あるもん。自動じゃないんだ。めちゃ順調に見つかってるね。すごい名前のお店がありました。1時間ぐらい
これ。ここでもうなかったら敗北です。今回敗北です。これ何なんこれ。だからなんか今やってんのかな。シンタ君どんなん撮ったんだ。そんな見つけた。懐かしい。懐かしいですね。この感じ。はい、ということでございまして、まずは隙間探し以前の問題ですね。大橋さん、はいはい、遅刻されたということで。はい、はい、理由言い訳もろもろ聞きましょう。そうですね、飛行機に乗り遅れまして、はい、3時間の遅刻。まあそうですね、何ですか。そうなんです。だから何かは何ですか。なんだろうね。起きたらね、もう絶対に空港に向かっても間に合わない時間だったんで、風呂に入りました。いつものやつ。いつもやってるやつ。でだから絶対に大橋カジノをやられると思っていると思うんで、やらないって言う。やってると思ってました。やらないって言う、はい、サプライズをしました。やらんのかい。カジノやらんのかい。でお二人には隙間取ってきていただいたと思うんですが、はい、どうした感触的に、これは良かった悪かったみたいな。いやもう僕は早く終わったんでね、それぐらいの感触ですよ、ね、いやだから慎太くんがそのついて合流した時にめちゃ余裕だったみたいな感じだったんですよ。で僕もじゃ あ探してみようと思って探し始めたら全然なくて、だから僕の方かなりね、その取れ高としては弱いんですよ今回。おだからちょっとするわ、取れ高は弱いよ。ちっちゃい声で聞こえました今。聞こえた。そう確かに聞こえました。遅刻しなかったとしても見た場所は一緒ですから、ね、そうだな、はい、なかなかちょっと苦戦しましたね今回。なるほど、はい、で今回はお二人に取っていただいた隙間をそれぞれプレゼンしてもらって、はい、どっちがいい隙間だったのかというカードバトルをですね、はいはい、およそ1年半ぶりに。なるほど、もうそんな経ちますか。開催したやつ。さっき言いましたシャープ2ですから。シャープ2ですね。今これシャープ70いくですからね。すごいな、一番最初に取ったのにね。そうです、そうです。ちなみに前回大橋さんが勝利されたということなんですけど。ありがとうございます。覚えてらっしゃいますか。覚えてません。じゃあ改めてお二人ずつ勝つ自信ございますでしょうか。あります。いや僕はちょっと今回自信ないですけど、まあでもどこに目をつけたかみたいなところもあると思う。まあまあ、じゃあまあ先攻後攻を決めていただきたいと思うんですが、どうしましょうか。はい、まあ僕先行のはいいんじゃないですか。その慎太君どれだけがイメージ的なとこね。じゃあ11番お願いします。はい。お、これはですね、ちょうどこの酒屋さんの前を通りかかった時に、はい、あの隙間に猫が入っていったんです。まさか。で僕はこの後だいぶこの猫とコミュニケーションを取って、こっちおいでこっちおいでって、出ておいでっていうの、うん、で出てきたその間に挟まってる絵をどうしても撮りたかったんですけど、うん、もう二度とこの猫が出てくることはなかった。タイトルつけるぞ、この隙間のタイトルは。通り抜け隙間通り抜けです。隙間通り抜け、隙間通り抜けの技ですね。あ、技の名前です。あの猫の持ってる技ってことですか。猫の持ってる技です。あ、これ1枚ですか。これ1枚です。これ1枚ですね。なるほど、ね、貴重な3対戦の中の一つの対決でこれを持ってくるということ時点で。じゃあ続いて時田さんいきましょうか。はい、1の1からいきますか。ちょっと見つけたラウジの当時なんですけど、うん、まあ一応隙間とも言えるんですけど、ちょっともちろん2に行ってもらっていいですか。歩いていくとこうなるんですよ、うん、隙間出てきて、でこれね、左側を向くとね、これが出てきますよ。これ神社、神社急に。でこれちょっと V でも出てましたけど、で中ちょっと入ってみると、ここに奥に、ね、またさらにこう神棚が多いな。そう、これちょっと怖かったんですけど、ちゃんと祭壇があって、一連のこの隙間の中をのちょうど真ん中に神社があるっていう。
回戦の判定をお願いします。どうぞ。はい、新田さんです。ありがとうございます。これも大橋さんもまさか勝てると思ってないと思うんで次やばいっすよ。次勝たないと。そうですね、次ちょっと、はい、それじゃあ僕はじゃあまた先行からいきます。あ、ま、変わりますか。じゃあ変わりましょうか。入れ替えましょうか、はい、うん、じゃあ僕から。じゃあ2番いこうかな。まっすぐ突き抜ける長い、ね、隙間なんですけど、はい、まあ、進むと、まあ、さっき V が出てきたで、ちゃんと電車も通りますし、でなんならあの反対側の琴電ですね。ちなみにね、ちっちゃい隙間も途中で出てくるという2の5ですね。はい、隙間猫猫好きっすね。めちゃくちゃいるんですよ猫。いっぱいいましたね、はい、いっぱい撮ったんですけど猫、まあ、ずっと抜けていくとこの線路があって電車が見えるっていうのが一番隙間です。なるほど、わかりました。じゃあ続いてお話しいきましょうか。ここパスで負けんぞおい、もう負けんぞ、ね、パスイコール敗北ですから、ね、負けんぞ。18から、これホテルなんですけど、はいはい、ホテルのに上がるロビーに上がっていくエレベーターの、うん、と壁の隙間に謎のなんだこれこれ何、これ分かんないっすよ。街中これがいたんです。え、これでここ以外にも見つけたんですけど、ほら、置いと、このなんかね、分かんないんですよこれ。誰かの多分アート作品なんで、これ全体的にも分かんないもんね。そう、不思議な。これはちょっと詳細が何なのか聞きたいですね、これは。コメントで何かもしあれば送ってもらえればと思いますけども、これは一応タイトルはちなみに男梅青似てるけど。では、宇沢さん、これで大橋さんが負けたら終了です。でもそれは忖度なしです。そうです。それはそうです。それは忖度なし。それはそれ。ただ次のこれにつながる次はあるぞっていう。まあそれは、まあ、そうな、ここで見たいかどうか。それはやっぱりカードバトルですから、それは、うん、おお、よしこい。わあ悔しいな。よしこい。負けちゃった悔しいな。ということでラストバトルでございますので、はい、ラストバトル、さあ先行ここどうしましょうでございます。じゃあ僕からまた交代してみますか、はいはい、これがねコンボ来る。コンボ、はい、4出してください。このね路地があったんですけど、これずっとねもうとにかく裏路地がずっと続いてるんですよ、うん、でその入っていった壁、うん、うわこれ確かに怖い。これは多分男梅の原型です。いや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 、ここから来てるんです。だからこの怨念が具現化した人がいたってことです。なるほど。これむちゃくちゃ怖いですよ。だってもう隙間じゃなくなってるからねこの辺まで。隙間の壁にあったんだって。隙間の壁にほんと細い細い。だからこれ撮るときこんな距離ですもん。やってた、確かにやってたね。やってた、確かに路地だったね。路地、うん、まあ一応タイトルをまたお聞きしましょう。親男梅、ね、もうおじさんこれ大丈夫ですね。これでもうこれで僕は大丈夫ですね。フィニッシュってこと、はい、さあじゃあ時田さん、これに勝てるものをお出しください。4の1、何の変哲もない路地。これ一応先細りしていくんですけど、この路地隙間を抜けた先に、うん、なんと隙間隙間があったんです。すげえ。これスミシュって読むらしいんですけど、スミシュ隙間、うん、隙間ってお店なんですか。そう、こういうの欲しかったのよ細かいいろんなとこにスナックかなでとかないかそういうのめちゃくちゃ探してたんですよ。一個もない。急に出てきた、びっくりした。ということでございますんで最終対決でございます。頼む。どちらかをお選び、どうぞ。はい、本田さんの勝利です。でしょうね。まあでしょうね。
いかがでした？久しぶりの隙間対決でございましたが、一般の方々からは来てないですか？どうなんですか？そこですね、やっぱりね、気になるもんね。追加は来てないですね。追加は来てないということなんで。来てないんか。あくまで僕らがやってることは見本っていうかね。この辺まで隙間対決 in 高松ということで、やりましたけれども、まあ、またちょっとどっかね隙間探しができるようなタイミングがあれば、僕らもやりますけれども、やっぱこれお客さんからのね、そうなんですよ、募集がメインになってくるとね、非常にこうコーナーとしては盛り上がってくるのかなと思いますので、ぜひぜひお待ちしております。お願いします、はい、ということで今日はこの辺まで。チャンネル登録よろしくね。